マスコミの方々いろいろ書かれるじゃないですか。疎ましいんですか、やっぱり。なきにしもあらずだと思いますけれども、はい、報道してくれるからこそ、うん、国民の方々が知るね権利が保障されるところもありますから、はいはい、僕らの立場は、はい、書かれて嬉しいことよりは辛いような状況になるケースの人たちが多いんじゃないかなと。菅総理、元総理も、はい、在任中は叩かれてたじゃないですか、はい、で終わったら持ち上げられてますよね。菅総理に対するイメージと違うところがあると批判の形にはなるんでしょうけど、うん、実際に残してくれた実績を丁寧に検証してみると生活のためになることいっぱいやってくれてたんだみたいな感じをね、はい、後で気づく時ありますよね、うん、記者に対してお話をされる際に神をこうずっと見てて、うん、自分の考え方で言ってくれてないんじゃないかっていうところに意見がいろいろ出ましたけれど、はい、イメージだけで自分はこう思いますって言ったらいいお立場ではないわけですから、はい、確認も しながら自分の言葉もうまく混ぜながら言えたらいいんでしょうけど、はい、本当にすごい激務ですから、うん、貴重面な方だからこそよろしく映らなかったのかもしれませんね。麻生さん総理って漢字の間違いとか、ね、庶民感覚がどうだとか叩かれて、それはどう見てらっしゃいますか。総理大臣の日本の国会における役割、はい、漢字もそれは読めたらいいし、カップラーメンも行こう、なんぼからなんぼ幅がありますよ、はい、まで知ってたらいいですけれど、はい、正確に答えられるかどうかが、うん、総理大臣としての役割ではないような気します ね。それよりも日々日々方針を立てて、できるだけ情報を集めて判断をして、この方針で行こうっていう総理としての一番のお仕事でしょうから、うん、それ以外のところで総理に対してどのこのっていうのは、うん、総理としたら情報が、はい、いっぱい全部頭に入れるのは難しいんでしょうね、はい。